それで、じゃあ、非常事態宣言が解除されるのかっていうのもまずわからないですし、そのあたりをどれだけ正確に読み込んで、まあ、借り入れするにしても、事業を畳むにしても、方向性決めていく必要があるのかなと。ベンチャー企業の M&A は、M&A バンク。今日はですね、このコロナということもありまして、M&A バンク収録、Zoom で、行っております。今回のゲストはですね、弁護士のたけしさんになります。はい。やっぱりですね。はい。たけしさん、じゃあ自己紹介ちょっとお願いしてもいいですか？はい。そうですね。もともとは、弁護士ずっとやってます。で、12年ぐらい前から全国で10カ所ぐらい支店があって、で、刑事事件と交通事故を扱ってるんですけども、まあ、最近ね、コロナのこういう状況ということもあって、そういう廃業とか倒産とか、そっちの方の支援も力を入れてるというような感じになります。YouTube やってるんで。あ、そうですね。YouTuber っすよね。YouTuber です。はい。登録者数もなんか4万人弱ぐらいで、結構すごいっすよね。そうなんですよ。なんか結構増えてきて、なんか嬉しいな、みたいな感じです。見ましたよ。なんかラファエルさんとコラボしてましたね。そうなんです。あれもなんか、全然案件とかじゃなくて、普通に相談受けて、あ、じゃあちょっと YouTube やろうか、みたいな感じになってやってます。あ、そうなんですね。実はあれですよね、たけしさん、この M&A バンクで過去出演いただいた美人弁護士のアンリさん。岡本アンリ弁護士です、ね。あ、そう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 、はい。と同期ですね、同期。同期なんですね。隣のクラスでした。いや、世間狭いですね。で、今回なんですけど、うちの事業も IT 以外の店舗系のビジネスはやっぱ軒並みコロナで大打撃を受けているんですね。で、そこで僕もずっと Facebook かな、なんか見てたら、たけしさんがその廃業について情報発信されてたんで、今この時期ってね、経済戻していくような、まあ、ポジティブな発言とかが多いようには思うけど、実際問題当事者としてもうここで事業畳んだ方がいいんじゃないか、まあ、どうせ国から借金をしてもどうせ返済しなきゃいけない、どうしようかなって悩んでる人結構いると思うんですよ。で、僕もそうなんですけど、その例えば倒産であったりとか、まあ、廃業もそうですね。どういうプロセスを経てやればいいのか、で、またこのコロナが収束した時にもう一回事業再チャレンジできるのかとか、例えば倒産した時に、家族に迷惑かからないのかとか、周りの人たちになんかいろんな影響が出てくるのか出てこないのか、その辺もちょっと聞きたいんですけど、よろしいですかね。はい、もちろん、はい、そうですね。やっぱり個人的にはもちろん私も弁護士業も店舗業なんで打撃を受けてるんですけれども、やっぱり大切なのってまずはコロナの今後の影響というのを正確に読むところが一番大切かなと思ってます。で、個人的には結構そこ、まあ、悲観じゃないんですけども、本当に YouTube でも初期の頃からずっとコロナ注目してて取り扱ってる中で、多分今回のこの現象っていうのはいわゆる大雪が降りました。で、大雪降ったら多分店舗業って人の足遠のくと思うんですけども、ただ雪溶けたらまた復活するじゃないですか。そういう状況じゃないと思うんですよね、多分これ、春5月とか6月とかなってきて感染者数が減ってきますと。ただそれでじゃあ非常事態宣言が解除されるのかっていうのもまずわからないですし、解除された後にすぐパッと人の足が戻ってくるかって多分厳しいところがあると思うので、そのあたりをどれだけ正確に読み込んで、まあ、借り入れするにしても事業を畳むにしても方向性決めていく必要があるのかなと思っています。私も法律事務所以外にも IT の会社経営してたりして、周り経営者の友達やっぱすごく多いんですよね。見てて思うのは、まだちょっと私個人の見方と比べたらみんなコロナの影響をすごく甘く見てるなっていうのが未だにやっぱりちょっと感じます。で、これがなんか本当に夏になったら終わるとか、なんかまた同じような世界が戻ってくるみたいな感じじゃなくて、ある意味ゲームチェンジというか、そういうタイミングだと思うので、本当にピボットするにしても、廃業して新しいものを始めるにしても、しっかりとデータ、コロナのデータを読んで甘い予測立てずにやっていくのがいいのかなと思ってますね。ちょっと聞きたいんですけど、最初の質問、コロナ倒産、まあ、今回で、ね、まあ、コロナ倒産、コロナで倒産する方結構いらっしゃると思うんですよ、正直。どう思われますか？そうです、まあ、まず今よく新聞に上がってくるコロナ倒産の事例っていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、その前からだいぶ債務超過的な感じで、もう諦めそうでも頑張ろうみたいなんだけども、コロナが直撃して諦めたっていうケースが多いと思うんですよね。で、なるほど、はい、実際の意味でのコロナ倒産っていうのはこれから、これからだと思うんです。で、まず判断はやっぱり
このいろんな借り入れするにしても本当にそれ返せるのかっていうところですよね。借り入れして返せなかったらその後倒産という手続きが待ってるので、やはり、今後の見込みをどう立てて攻めていくのか、もしくはあえて頑張らないっていう選択肢もあると思うんです。その投資の観点から言ったら損切りじゃないですけれども、あえてここで今まで投入したコストは一回考えずに今後未来フラットに見たときにあえてここでストップするという選択肢もあると思うので、コロナ倒産って結構やっぱ倒産で最終なんで、そこに行く前の判断いろんな柔軟な取り方できるんじゃないかなと思って。僕もそうですよ。ちょっと倒産したことがないから、まあ、怖い反面、怖いから正しく理解したいなと思ってて、倒産と廃業の違いって何なんですかね。倒産と廃業の違いっていうのは、いわゆる廃業っていうのは会社を清算することなんですよね。ってことはその清算手続きが終わって会社に普通財産残るじゃないですか、まあ、それは出資者でみんなに分配する。破産倒産っていうのはもう債務超過、もう会社の資産よりも負ってる負債の方が圧倒的に多くてもう払えないっていう状態でもう会社を、バラバラにする。要は黒字の状態で会社を閉じるのが破産、赤字の状態が倒産っていうのも一番分かりやすい。日本の場合ってやっぱり中小企業の社長さんって連帯保証人になってるじゃないですか。やっぱり連帯保証人してる、社長さんっていうのは会社の債務すべて負うことになるので、社長も一緒に自己破産してしまっている、そういうことになっちゃいます、ね、連帯保証してない場合は、まあ、株式会社というのも有限責任なんで、もう会社だけ飛ばしたら社長はセーフです。本当にもう連帯保証してるかどうかだけですね。ってことはじゃあ今回連帯保証何が自分入ってるんだっけっていうのをチェックするべきですよね。そうですね、はい。なるほど。ちなみに倒産ってどういうプロセスなんですか。なんか届け出をするんですか。そうですね、倒産っていうのは通常、まあ、弁護士を立てて、まあ、裁判所に申し立てをすると、はい、裁判所の方で、完罪認定、まあ、これも弁護士なんですけれども、完罪認定というのがついて、で最終的にはそこで、まあ、話し合いで、まあ、会社の財産どれぐらいあるよね、じゃあ債権者これぐらいいるからこういうふうに配当しようかって、もう本当に会社を配当する、そういう手続きですね。会社の財産を配当する手続き。そうなったらまあ、要は連帯保証に入ってる人たちはどうなるんだろう。社長とかだったらその自宅とかも、まあ、社宅で借り入れしてたりとかあると思うんですね。そういうのも全部一旦解約しなきゃいけないってことですよね。もう当たり前ですけど。そうですね、社宅で借りてもちろん解約ですし、会社の債務を連帯保証してる場合っていうのはその個人の財産を持って会社の債務を全部払わないといけないんです。なるほど。ビジネスによっては個人ではどうしようもできない金額借り入れしてる方もいらっしゃるじゃないですか、もうビジネス規模的に、はい、そういう場合はどうすればいいんですか。これは自己破産ですね、基本的には。自己破産、ちょっと思うのが、自己破産したらもうお金なくなっちゃうし、一文なしになっちゃうじゃないですか。で、次のビジネスを始めるのは難しいと思うんですけど、これなんか言えるかどうか分かんないですけど、皆さんどうだろう、その資金を逃がしたりとか、そういうのも やりますよね、基本的に。それちょっと弁護士の観点からは、まあ、ダメですよというような感じでやっぱりなりますね。なるほど。で実際自己破産したらどういうデメリットがあるかというと、まずその自宅とか持ってたらやっぱそれ売らないとダメですよね。財産持ってたら売らないとダメなんですけども、一方で、まあ、普通の生活できるだけの財産が残ったりとか、まあ、現金も例えば99万円までは大丈夫みたいな感じで最低限の生活は保障されつつ、でやり直しのプロセスなんですけれども、借り入れができないんですよね、やっぱり約10年間。あ、そうなんだ。ブラックリストにいわゆる載っちゃうんで、クレジットカード使いまくって自己破産するのと、まあ、会社の連帯保証人になってて自己破産するのと基本的にもう法的には一緒なので、もうずっと借金ができない。だからそこはデメリットなんですけども、ただ金融機関から借金せずに人から出資とかもらって商売やる分には全然できます。なるほど。じゃあ自己破産したらデッドじゃなくてもうエクイティメインで資金調達は考えなきゃいけないってことですよね。そうですね。だからやっぱりそこの一番売りは経験値積んだっていうところで出資してくれる人を口説いていくしかないんじゃないかなと思いますね。じゃあ周りに結構ね、そういう支援者がいない社長さんだと結構大変ですね、そうすると。やっぱりそういういわゆる倒産とか破産の手続きって人柄がすごく出るので、本当にある意味、まあ、ピンチでもあるんですけれども、その過程で誠実に対応していることで
次の新しい事業の出資とか実際経験値上がるので会社の運転の上手になるので、まあ、新しい事業あの信頼関係潰さないように上手にあの会社倒産させたらまたチャンスは全然あると思います。もうちょっと詳しく教えてほしいんですけど倒産のなんか費用どれくらいお金かかるものなのかとかそのプロセスについてもう一回ちょっと教えてもらっていいですか。まず裁判所に申し立てを行うんですけれども通常弁護士つけます。で弁護士費用いろいろなんですけど、まあ、100万円とか200万円とかだいたいそれぐらいであの普通のちっちゃな会社だったら収まること多いと思います。でそれどうやってじゃあ破産するのにお金払うんだっていう問題あると思うんですけれどもよくやるのがやっぱりその最後の売りかけとかの債権回収して、入ったものを弁護士費用に当てるとかっていうケースが多いです。でその後裁判所にもお金払わないとダメなんですよ。公共の場合だったらその少額の案件だったら20万円で大丈夫なんですけれども、はい、地方によっては70万円とか場合によっては200万円とか本当にそれは会社の規模とか負債の規模によって変わるんであれなんですけども裁判所にも余納金を納めないといけない。破産するにしても、まあ、一定程度のお金はやっぱりかかりますね。あのそしたらあのまず誰に相談すればいいんですかね。やっぱ弁護士の先生ですかね。あのまず債務超過の可能性というところで、まあ、普段の税理士にも相談して実際に法的な手続き使う検討入るんだったら弁護士なんですけれどもこれポイントがありまして破産しようって決断してから相談するんじゃなくて相談してから決断なんですよ。やっぱりその破産するにしてもお金がやっぱりかかるのでもう全くすっからかになってから来られてもうーんどうしようみたいなところでちょっと困ってしまうので早めに相談してで債務超過の可能性を読みながらあの手続き移るときはその最後のお金用意して移るっていうのが流れとしてはスムーズです。やっぱそれ専門にやられてる弁護士さんの方がいいですよね。それは当たり前ですけど専門にやってる弁護士の方がいいですね。スムーズです、うんうん、あとはやっぱりその自分の業界に詳しい弁護士とかあのそういう方が言葉がやっぱり通じるんで、うんうん、あの相性がいいかもしれないですね。 ある程度の規模感になるとやっぱ民事再生法の手続きに入りましたとかそういうニュースあるじゃないですか。あれってどういうことなんですか。破産の場合はもう破産申し立てたら営業をストップするんですね。営業ストップして残りの会社の財産を債権者で分けるという手続きするんですけども大きな会社だともう営業を止めることで起きる社会的な損害の方が大きいような場合は営業は継続しつつじゃあその債務どういうふうに整理しようかというようなのを整理するのが会社債権という。その場合なんかその通常の営業でキャッシュフロー回っていかない場合もあるじゃないですか。それはなんかどっかその金融機関からその民債用に資金が入るんですか。それも含めての話し合いということになります。それってどれくらいの規模からその民債を民事再生法を適用対象になるんですか。いや民事再生は別にあのどの規模でもできます。何だったら個人でもできます。あそうなんですか。ただ、うん、継続的にキャッシュが入ってくるような状態じゃないと使えないですね。だから債務を圧縮して、何年間かやりくりしたらまたちゃんと上手に育つだろうみたいな時はあの民事再生使ってできるんですけども要は債務超過の恐れはあるけれども将来的に再生する見込みがある場合っていうのと、まあ、もう債務超過で閉じないとどうしようもないっていう場合が両方あると思うので、だそのあたりも含めてどの手続きを選択するかっていうのも、まあ、弁護士とかに相談するのがいいと思います。民事再生法を適用した場合株主とかどうなんですか。それ適用してじゃあやりましょうって裁判所が決めるんですよね。裁判所と債権者そしたら株とかはそのままオーナー権を持ってるんですか。その当初の株主が株はそのままですね。なるほど。じゃあなんか倒産する前に民事再生法そっちの路線も考えてもいいんじゃないかなと思うんですけどそれはどうなんですか。やっぱり弁護士とかに相談した上でもちろん民事再生いけると思ったけれども、はい、倒産しかない場合もあるしもうこれは倒産しかないと思ってても再生の機会がある場合もあるしあの本当に個別具体的な事情によるので、うん、あの相談しながら決めていくっていう感じになってなるほど。あだからなおさら相談して決めればいいってことなんですね。あとですね、言ってあのあれもいいですね。やっぱり黒字部門をしっかり売却するっていう倒産まで行く前に売るものをちゃんと売っちゃうっていうのもあれなんで会社ごと売るとかじゃなくても部門だけ売るとかっていうのもできますのでそれこそ MA バンクさんすごくこれから活躍されるんじゃないかなと。なるほど。やっぱ事業は伸びてるうちに売りなさいですね。先生なんかあの紹介とかなんか PR とかもしじゃあちょっとあの Facebook グループだけ最後ちょっと紹介させてもらって廃業支援というかやっぱり廃業するにあたっていろんな準備出たりとか居抜き物件出たりすると思うんですけどもなんかその情報公開用の Facebook あの立ち上げたのでその廃業を決めた人たちがそのなんか備品とかその店舗のものをそこで売り買いするってことですか。なんかまあ情報交換の場です、ね、なるほどなるほど。あ、わかりました。じゃあこっちも概要欄の方に貼ってますのでぜひ皆さん見てください。じゃあ先生今日はどうもありがとうございました。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。
M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。